テレ東ビズ感謝祭ご覧いただきありがとうございます。テレビ東京ワールドビジネスサテライトメインキャスターの豊島晋作です。今回はですね、世界経済と投資の今というタイトルでテレ東経済ニュースアカデミーをライブでですねお届けしていきたいと思います。今回ですね、世界今年後半の株式投資の環境どうなっていくのか、朝のニュースモーニングサテライトの内容、いろいろと投資に関してかなり踏み込んだことを実は地上波で毎朝相当やってるんですよね、はい、割とこの株がおすすめだみたいなところをやってるんですけど、はい、毎日見てます。ありがとうございます、はい、で後藤さん今日もう映っちゃいましたけれども、はいはい、ワールドビジネスサテライト金曜日のキャスターをやっていただいてます。コメンテーターをやっていただいてます。キャスター大江さんだから経済ジャーナリストの後藤達也さんに今日お越しいただきました、はい、後藤さんよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。本当に後藤さんとこういうふうに絡むのは時々テレ東ビズでかつてありましたけれども、ありましたよね、なんか、はい、でもなんか飲みに行ってることの方が多いですよね。飲んでる時の時間の方が長いんですけれども、はい、実は今日は本当にこういうちょっとお仕事で、いや光栄ですよ本当に、テレ東の大幹部ですからね。いや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 、意外とね私もだいぶラインから外れてるんだよなっていうのは、いやいやめちゃくちゃ権力あるでしょう。いやいや権常務ぐらいの権力あるんじゃないですか。コンテンツ上の権力とやっぱ組織上の権力、はい、全くやっぱ別なんですよ、それが、はい、もうちょっとこれはね大丈夫かなこの話は、まあ、はい、ということで、はい、後藤さんなんですけども、皆さんね、はい、言うまでもなくこの本もう本屋平積みしてありますね、はい、投資の教科書という本がベストセラーになって、どのくらい売れてるんですか。十数万部かな。十万部いってんですね、はい、今ですね、私も本書かせてもらって分かったのは、はいはい、ノンフィクションで1万部超えるとベストセラーって言われると。で10万部ってのは結構じゃあ印税も入って、どうですかね、分かんないですけど、はい、まあまあでもなんかその新ニーサとか株高とかいろいろ環境が良かったっていうのはあると思いますけど、結構投資関係の本いろいろ売れてますからね、私がどうこうってことじゃないと思いますけど、いいですね、そういう余裕のあるコメント言ってみたいんですけど後藤さんはまあ言うまでもなく元日本経済新聞の記者であり SNS を軸に活動されています。 TwitterX のフォロワーの数69万人、 YouTube のチャンネル登録者は27万人を超えているということなんですね。そして今夜もこの後ダブルベースに出ていただくと、はい、いうことなんですね、はい、すいません本当にもう使い倒してしまって、はい、でもあれですね、やっぱこう実際生で聞いてみると豊島さんやっぱ早口ですよね。いや、うん、今日ですねちょっとお伝えする情報がちょっと多いのもあって、多いのでさっきちょっとだけ5分ぐらい打ち合わせしたんですけど、すごいグラフ用意しているので、はい、豊島さんのさらに早いスピードで話そうかと今日思って、今日は私相当地上波で、はい、私 WBS と結構早く話すと相当苦情の電話が視聴者、言っていいのかな、視聴者センターにいろんなテレビと YouTube はまあまたちょっと違うので、地上波だとすごくゆっくり話さなきゃいけないと分かってるんですけど、はい、今日はちょっと情報が多いので早く行きます、はい、申し訳ないです。でこれ、はい、アーカイブでご覧の方は 0. 何倍速みたいな感じで見ていただければと思っております、はい、と言いますのも雑談してる場合じゃないですないかもしれないです、はい、と言いますのも今日ですね、実はモーニングサテライトで朝の番組で、まあ、いろんな投資の情報について結構やってます。その内容について後藤さんにいろいろとそれをクロスする感じで、はいはいはい、WBS と、まあ、モーサテがある種ちょっとコラボレーションするような世界観を作りたいなと、はい、私ちょっと両方番組やらせていただいたので、はい、思っております。じゃあ変なグラフ出たらダメ出ししてもいいですね。ダメ出していいです、全然。ただ投資に関する話ですので、投資はですねあくまで自己責任で、すみませんお願いいたします。これ、まあ、前提なんですけど、で、まあ、よく言うんですけども、経済予測、投資の予測、株上がる下がるの予測は嘘よと反対語でもございますので、これよく株と町なんかでもよく話聞くんですけども、はい、まあ、これ前提でお聞きいただければと思います、はい、でまずですね、最初にやっぱりちょっと昨今の話題がやっぱ円安ですね、うん、まあ、これまず、ね、はいはい、ドル円のチャートちょっとご覧いただきます、はいはい、ついにですね1ドル161円台というところで、これ出ますかね、ドル円のチャート、うん、はい、もうほぼですね、これがもうほぼな1986年12月ですから37年半ぶりの円安ドル高水準、うん、そして不思議なのが為替介入が意外と行われてない、はい、ということですね、うん、なかなかこれ市場関係者に聞きますと、神田財務官結構今まで相当強気発言で来たので、うん、でどんどん突破されてきたので、はい、あんまりスタンス強気すぎたんじゃないかという見る関係者もいるみたいですね。あ、なるほどね、はい、まあまあ、4、5月のゴールデンウィークの頃に2回介入やったって言われてますけれども、はい、時と比べると短期間の勢いっていうのは今はそこまで強くないんですよね。基本的にやっぱ短期間の勢いで動くっていうのがまあ基本線なので、はい、まだ動きにくいのかなっていう感じですよ ね、 すね、うん、そしてドル円だけでなくユーロ円ですね。こちらはもう通貨ユーロが発足してこれ99年ですけれども、もうユーロは対ユーロで円が最安値ということです、うん、ユーロ円のグラフ出ますでしょうか、うん、
はい、こちらがもう172円ぐらいまで行ってしまっているということなんですね。で、後藤さん、こういうふうに円安考えたときに、はいはい、よく外国株投資されている人にとっては、うん、まあ、為替ヘッジ付き、為替の変動を加味した格好で、まあ、為替の影響が出ないような格好で投資している人と、うんうんうん、アメ株を直接買いに行っている方、はい、まあ、裸で買う方、うん、まあ、ドル円の影響を受けると思うんですね、はい、これどう見ればいいんですか。やっぱり今ドル建て資産アメリカ株持っている人は、はい、円安になっていると、まあ、資産増えていると思うんですよ ね、 そうですね、会場の皆さん、はい、ただ、まあ、これがもし円高に触れると資産が減るかもしれない、うん、まあ、円安になっていれば外貨建て資産は得すると思うんですけど、はい、このあたりどう考えていけばいいんですか。まあ、難しいですけど、基本は為替ヘッジつけなくてもいいと思いますけれどもね、うん、やっぱりヘッジつけるのってちょっとコストがかかっちゃったりするんですよ、はいはい、で、今どれぐらい外貨資産を持っているかっていうのが大事で、例えばまだ全然持ってません、 0% ですとか、うん、ちょっと始めてまだ 10% ですっていうぐらいであれば、やっぱりちょっと円に偏りすぎてると思うんですよね、はいはい、ひょっとしたら1ヶ月後半年後は今より円高になってるかもしれないけれども、長い目だともっと円安進むかもしれないじゃないですか。だからそういう観点で言えば、まだそんなにたくさん外貨持ってないっていう人はそれヘッジをつけない、まあ、一般的にあるような、アメリカ株投信とかはヘッジついてないのが多いので、うん、はいはい、それでいいのかなと思いますけどね。はい、どうですか、後藤さんの今ポートフォリオの中では、はい、外貨建て資産と日本円の円建て資産、どういうバランスだったの、今正確な数字はちょっと分かんないけども、多分半々ぐらいにしてますね。半年ぐらい前までは多分8割ぐらい外貨ドル中心に持ってたんですね、はい、円安への備えしとかなきゃいけないなと思ってたの で、 で、まあ、長い目では円安の備えしなきゃいけないので、外貨比率その 10% とかにしちゃダメだと思うんですけど、はい、まあ、かなり円安進んできたので、じゃあ一回利確した格好になったってことですか。うん、まあ、利確というか、そう、まあ、利確といえば利確ですね。はい、うん、まあ、それでもまあ 50% ぐらいは持ってるので、相応にその円安の備えをしているというか、言い換えるとその円 100% っていうのは円安に対する防御力がほぼゼロの状態なので、ある程度はやっぱり持っておくっていうことはまあ基本なんでしょうね。外国株を持つのは、まあ、円が安くなった時に対する防衛手段でもあると、はい、そうですね。ただ今これだけ円が安くなってしまうと、はい、まあ、一回ちょっとやっぱり一旦売っといて、ドル建ての分は、で、円で確保した上で次に備えるっていうのも考え方としてあるんじゃないかという。そうですね、はい、まあ、後で出てくるかもしれないけど、まあ、金利差とか貿易とか、はい、いろいろその円安の要因言われてるじゃないですか、はい、だからその辺って長く続きそうなテーマではあるんですけど、うん、永久に円安って続くわけじゃないですよね。すごく極論すれば1ドル200円とか250円になりましたって言ったら、はい、だったらもっとインバウンドで日本に旅行来ようとか、はいはい、日本に工場建てようという人も増えてくるので、はい、次第に いつまでも同じテーマだけで円安が続くってわけではないので、はい、まあ、だいぶいいところまで来つつあるのかな。今だいぶいいところまで来た、ね、その背景ですけれども、こちらです。なぜここまで円安になっているのか、はい、これもう、ね、ご覧になっていればもうすぐ分かると思います。金利が世界とも違いすぎます、はい、うんうんうん、FRB は FF レートでも 5% 超えてきてますし、もう日本だけもうこんだけ低いと、はい、まあ、世界最弱通貨になっているわけですね。だから世界最弱通貨の資産を、まあ、円建て資産を持っているということは、うん、まあ、持っているということになるわけですので、うん、まあ、海外の外貨建て資産をどう持つかというのを考えなきゃいけないということ、はい、そして特にですね、次アメリカの10年債長期金利ですね、うん、これが全然もう下がってくると言いながら下がらない、うんうん、去年のですね、これ債券市場の方なんかは去年の年末の時点でもう利下げあると、だから株買うぞみたいな流れがあって、うん、でも去年利下げなかった、うん、で今年の頭に利下げがあると債券市場言ってた。普通債券市場っていうのはですね、まあ、順番的に為替市場、株式市場、債券市場の順番があるとすると、債券市場の方が一番冷静で、うん、その次に株式市場で一番すごく騒ぐのが為替みたいな見方が一番、まあね、まあ、理系と文系と体育会系とかって下がったりどのぐらい下がる、その絶対間違わないんじゃないかっていう慎重な債券市場を発電間違いが起こってきて、みんな見立てを誤って、はい、もう今年こそ利下げ、前半利下げだっていうのはもう今もうなくなって、年内もしかしたらこれゼロかもしれないという、うん、後藤さんどうですか、今回こそは1回2回の利下げはあると見てますか。1回はさすがにやるんじゃないですかね。やっぱりインフレ粘り強いですけども、はい、落ち着きつつある方向性っていうのは見えてますので、はい、まあ、1回やるって感じなんじゃないですかね。まあ、11月とかその辺になってもおかしくないかなと思います。ただ来年見渡してもそのものすごく下げていくわけじゃなくて、うん、2、3年先を見越しても、まあ、せいぜい 3% 台半ばとか 4% ぐらいにまでしか下がっていかないので、はい、じゃあ日銀どうなるのかっていうと、よっぽどインフレがすごくても 1% いく可能性もかなり低いという感じなので、まあ、結局アメリカの方持っている方がドル持っている方が金利がつくという構図はこれ揺らがないわけですよね。しかも10年債でこれ、うん、まあ、5% ですから、はい、日本株でリターン平均リターンで3とか4ぐらいですか、うん、今4もいかないと思います。でも 3、4% だと高利回り、高配当利回り株ですよね。それよりも高い金利が、高い世界一安全な米債、米国債、はい、5% 絶対元本割れしないというもので来るというのをどう考えるかということですね、うん、はい、うん、でこの今の長期金利のグラフで出ますでしょうか。これがですね、まあ、基本的には
ハイヤーフォー、まあ、これもうなんか我々ゼロ金利の世界に慣れてるんで、うん、これもどんどん下がって 2-1% ぐらいになるんじゃないかという見方が結構あったんだけど、はい、そんなことはないと、うん、もうこっからの世界は 3%4% で、これオークツリーキャピタル あのハードマークスさんもおっしゃってたんですけども、うん、もうこれから金利が 3-4% の時代が当たり前になることを前提にして投資した方がいいっていうお考えを、うん、もう結構前に言われて、あのテレ東ビズでもやったんですけど、うん、本当にそういう世界観になってるかもしれないというのはあるわけですね、うんうん、そしてじゃあ株式投資どう考えるか、後藤さんのこの本にもありますけれども、はいはい、まあ、迷ったら SP500 だという技術があります、はい、じゃあちょっととりあえず、うん、そこまで強強調はしてないですね、別に回し物じゃないんで、はい、で後藤さんこれね、左の方を見ると、はい、そのまあいわゆるテンプルトン教の言葉ね、悲観のもとに生まれて、まあ、熱狂で終わるっていう4つのフェーズがあるわけなんですけれども、はい、まあ、割と SP500 これもうね5000で、まあ、あのターゲットプライス JP モルガンとかゴールドマンサックス含んでだいぶ上げてきてますけど、5000もうど今結構来てる、これもう後藤さんだったらどう見ます？もちろんね長期的には分散投資で、まあ、時間軸でやっていくんでしょうけど、今エントリーすべきか今利確すべきかという立場の方が今日いらっしゃるとしたら、どういうスタンスで今見てますか？いや、まあ、もう新ニーサとかで積み立てやるっていうのであれば、はい、別にいつ始めてもいいと思うんですよ。いいと、なるほど、すごい悲観の時であろうが楽観の時であれば、はいはい、積み立てって時間分散されるので、まあ、いつでもいいかなって感じですけど、はい、多少その、もうちょっと今上がる局面だなと思う時に株を多めにするとか、うん、そういう調整をする人に関しては今少しずつ慎重度合い強めてもいいのかなと私個人的には思って、あの実際私も少しちょっとリスク量をこの数ヶ月でちょっとずつ落としたり、はい、落としてる、してますね、ちょっとリスク減らしてってる。なんかこうさっき言ったジョン・テンプルトンのフェーズでいうと、はい、まあ、4つのフェーズがあると言われてるんですね、はい、まあ、今だいぶこう成熟のところに来てるのかなっていう、ね、最終フェーズって、あ、だから3番目ですね。そうですね、はい、で熱狂の1個手前と。そうですね、まあ、だから最初は悲観が、まあ、その強気相場の入り口なわけですね。それでこう疑いながらも会議ながらも育っていって、はい、その、成熟していく、で最後はもう陶酔して終わるっていう感じですけど、今3番目ぐらいのところに来つつあるのかな、はい、大体世の中の人たちのこの元気な感じもそれぐらいのところに来てるかなっていう気がしますけどね、はい、皆さんの SP、はい、まあ、いやガンガン行くぞという方はここからどんどんエントリーしていただきたいんですけども、ダメでしょ、ダメでしょ、後藤さんはちょっとエントリー、市場派じゃなくてもあんまりそんなに激しく言っちゃダメです、ね、そういうこと、はい、すいません、大変失礼いたしました、はい、後藤さんは慎重に見てらっしゃるという話がありました、はい、そしてでは日本株どうかというところなんですけれども、こちらですね、モーニングサテライトで、はい、インベストラストの福永さんのこれ分析なんですけれども、日経平均ね、日経平均ですね、はい、これ日本株です、うん、日本株どうかというと13日移動平均線がこれ今週の放送でやりました、はい、朝からですね結構こういうことやってるんですね、うん、13日移動平均線が上向いてくる可能性がある、今日日経平均もあの上げて終わりましたけれども、うん、13日移動平均線が上向いてくる可能性があるので上昇する可能性が今あるんじゃないかというのを、うん、インベストラストの福永さんはおっしゃってるわけですね、うん、13日線がまあ上向きに変化すると上昇相場のトレンドになってきたのでという経験則に基づいてらっしゃるっていうのがある。そしてもう一つ、岩井コスモ証券の林さんの、今週ありました、これですね、 S&P500 が、先週初めてですね年初来でトピックスと日経平均上回ってきてると、うん、でこういう時、まあ、しかも SP500 冴えなかったんですけれども、まあ、年初来の上昇率 10% 今超えてきてるという状況で、林さんがですねこれ過去35年間で、うん、S&P500 が年前半ですね 10% を超えた時、今年みたいな時分析してます。これ次のチャートですね、これご覧いただく、これ調べると35年の過去で1980年以降で過去11回こういうことがあったと、年前半で 10% 超えした時、その時すべてにおいて負けなしで後半も上昇していった、平均上昇率 10% を超えているという分析されています。で日経平均この後一番右ですね、緑のところどうなっているかというと、まあ、SP500 ほどじゃないけど 6.5% ほど、まあ、上がっているという経験則、これ経験則です。これでもこういうのってちょっとやっぱ気をつけてみた方がよくて、あの、いや、まあ、私この林さんという方は存じ上げないのであれなんですけど、はい、例えばこの一番右に過去35年ってあるじゃないですか、はい、なんで過去35年なのとかって、あのもちろんなんかもうあのもっともらしい理由が林さんの中にあるかもしれないですけど、あんまりキリのいい数字じゃないじゃないですか、はいはいはい、35年で取ると都合のいいデータばっかり揃うんじゃないか、これ50年にしたり20年にしたら変なことになるんじゃないかとか、そういう疑いの目を持つことってすごく大事なんですね、はい、あの都合のいいデータを揃えてきて株上がりますよっていうこといくらでもできるので、このデータが悪いって言ってるわけじゃないですけど、疑う目って結構大事だと思います。特に我々はですね、あの地上波でもそうなんですけど、セルサイドアナリスト、うん、バイサイドのアナリスト両方いるんですね。で、まあ、どちらかというと、まあ、これ、まあ、確証なるエビデンスがあるわけじゃないですけど、セルサイドは結構強い動きだったりすると、うん、まあ、売らなきゃいけないから、うん、でバイサイドはどっちかというと自分の責任を持って運用しているので、もっと冷静に見ているという見方もあるんです、うん、だからまあ総合的に見ると、うん、でまあ、あのこの場合林さんはセルサイドの AI コスモ証券の方ですので、はい、アナリストがいらっしゃるということ、うん、まあ、それも含み置いた上で、まあ、林さんはこういうことをおっしゃってたりする、うん、ということなんですね、はいはい、なので、まあ、どうでしょう、日本株と米株の相関っていうのは、まあ、これ書いてますけれども、はい、後藤さん今どうご覧になってますか。やっぱり長い目ではある程度相関するんでしょうけど、ね、ちょっと最近あんまり日々の動きだと相関しないことが多いですよね、はい、なるほど。アメリカ
カ株淡々と上がっていってますけど、日本株結構かなり日々の値動き荒くて、激しいですね。まあ、2、3ヶ月でいうとちょっとまあ横ばいっていう感じになってますよね、うん、だからそこまで連動してないかなっていう気がします。なるほどです。ただまあ日本株やっぱり1、3月がものすごく高かったので、はい、さっきテクニカル分析もありましたけど、3ヶ月であれだけ上昇すると、うん、よし追加で買うぞという人だんだんこう減ってきますし、逆にもう高くなったので売ろうという人も増えてきたりするので、しばらくちょっとこう休憩する踊り場みたいなことになるんですね、はい、まあ、それ日柄調整とかって言われたりするんですけど、うん、まあ、今そういう局面かなと思いますけどね。なるほどですね。はい、ということで結構ね朝から猛者でね割とアグレッシブな放送を私はしてると思うんですけれども、あの朝早くてね見れない方はぜひテレトビズであのいつでも見れますんで見ていただければと思うんですが、そしてアメリカ株です。皆さんね持ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。 NVIDIA です。はい、チャート出ますでしょうか。この会場の中でもどうしよう、 NVIDIA 持ってるって方いらっしゃいますか。あんまりいらっしゃらない。利確したって方もう利確した方もいる。結構でもね新ニーサで NVIDIA 持ってる人もいるらしいですね。これだけやっぱ話題になると、しかもねこれ NVIDIA 出ますかチャート、しかも NVIDIA 単体のね3倍ブルみたいな商品もあるんですよね、うん、NVIDIA の値動きの 2,3 倍の値動きをするっていうものすら売られているような状態なんですね、うん、これが危険だって人もいるんですけれども、うん、実際まあ結果はこういうふうになってきてるということで、だってあれ今年の初めから今 で3倍弱ぐらいですから、1月の最初に新ニーサで買った人すごいことになってますよね、はい、そうですね、うん、なのでまあこれでただ PR でいうと45倍ぐらいですかね、ぐらいということですね、はい、うん、だからめちゃ、まあ、高い、あのまあ普通 PR まあ20倍とかそんぐらいなので、はい、あの利益対比ではちょっと高いかもしれないけども、まあ、でも何百倍とかじゃないわけなんですよね。すごいバブルの頃って何百倍になったりとか、もうあの赤字なので PR そもそも計算できないとかっていうこともあったりするんですけど、はい、あのまあ利益もめちゃくちゃ伸びてるので、それなりの裏付けはあるわけですよね。圧倒的世界王者になって、世界時価総額世界1位にもなった会社のこの力なんですけど、はい、後藤さんちなみに NVIDIA 株どうなんですか、持ってたりするんですか。 NVIDIA 株持ってますよ私。持ってる、はい、あのいつあの去年買ってた時に1回売ったんですよ。もうそろそろいいとこまで来たと思って、はい、でもなんかこう見てるうちにまたちょっとこう買った方がいいかなって思ってきて、なるほど、3月別にこれ推奨とかでもなんないですけど、3月ぐらいかな、多分あの90ドルぐらいの時に買いましたね、はい、おそうですか、はい、まあ、やっぱりこれだけまあ AI どうなるか分からないですけど、まあ中核銘柄ですし、やっぱりその今あの半導体 AI 向けの半導体でシェア8割って言われてますけど、他社がなかなか追随許さないような構図は続きそうなんですよね。まあだから一応そのたくさんじゃないですけどね、持っとこうかなと。いや一応持っときたい、精神的に持っときたい。そうですね、なんかそのなんか儲けたいっていうよりも、あの何にも持ってない時に NVIDIA が何倍とか Apple 抜いたっていうとちょっとドキドキしちゃうじゃないですか。なんかクソとかちょっと持ってるぞという、すると、うん、よく頑張ってるねって感じなんですで、ちょっとだったらその後暴落してもそんなにこう、うん、ああ仕方ないねっていう。後藤さんちょっと人間っぽいところが、やっぱりこう心がを満たさないっていうことは投資の上で大事だと思います。 NVIDIA ちょっともっといてね、やっぱりそうすると自分で考えますからね、うん、いや長い目で投資で仮にお金が儲かったとしても、なんかこう辛い時期とかドキドキする時期が長かったりすると、うん、それって人生にとってプラスなのかよく分かんないじゃないです か, かです心が乱れないような、投資の仕方っていうのもお金以上に大事かな。なるほどなるほど、ということなんです。はい、でこの NVIDIA 含めたソックス指数、まあ、NVIDIA 単体だと怖いという方はソックスという半導体のフィラデルフィアの指数に連動する ETF とかもあるんですけれども、うん、こちらこうなっている、うん、でちなみにあの毛沢東のです、ね、シュナイダー恵子さん、あの大和証券キャピタルマーケットアメリカ、はい、あのセルサイドの方なんて方なんですが、はい、よく毛沢東で毛沢東出ている方なんですが、うん、まあ、基本的に NVIDIA に関してはあの強気でいらっしゃって、まあ、次世代半導体ブラックウェルの投入を控えていること、まあ、直近利益で1株利益が 5.6 倍にまで増えている、うん、PR も45倍、まあ、後藤さんがおっしゃったようにそんなめちゃくちゃな水準ではない、うん、高い。シュナイダーさんって NVIDIA に限らず常にアメリカ株強いですね。アメリカ株強いですね。シュナイダーさんは強いです、はい、で、まあ、ソックスっていう指数もあってこれに連動する ETF もあります。今ちょっと直近調整に入ってるんでここでおしめ買いが結構入ったりとかしてるみたいなんですけれども、うん、はい、でじゃあこの半導体についてあの人はどう見てるか、もうに毛沢東で一番ですね、はい、あの、はい、よく有名な堀子キャピタルマネージャーの堀子さんですね、はい、堀子さんこれも今週の放送でこれおっしゃってました、うん、7、9月に関しては堀子さんはですねソックスの指数についてはまあこれあのしばらく上昇鈍るんじゃないかという見方を、うん、見立てをされてました、うん、あの過去10年間の四半期ごとのフィラデルフィア半導体指数ソックス指数のこれ株価収益率の平均を出しているものなんですけれども、うん、これによりますとこの7、9月のところ赤くなってますね。これもう年間で最も株価収益率が低い、言い換えればあの投資家による評価
評価が低くなる可能性がある、つまりまあ下押し圧力になるんじゃないかということで、この市地区に関しては株価伸び悩むんじゃないかというのは堀子さんの見立てでいらっしゃる。ですので逆に堀子さんは押したところでは拾った方がいいんじゃないかというのは趣旨のことをっていうふうにおっしゃってました、はいはいはい。でまあ、堀子さんによると、まあ、逆に言うとこの後10、12月、1、3月に関しては、まあ、FRB の金利の方向性、そして大統領選挙もある程度結果が見えてくるので、まあ、利下げも来るとすると、まあ、そこでは、まあ、多分このように再評価されてくるフェーズなので、まあ、押し目買いで一つの場面なんじゃないかという趣旨のことを、うん、堀子さんはおっしゃっていました、まあ、堀子さんも、ね、結構銘柄によって本当強気でいらっしゃったりも、人気ですよね、人気の方ですね、はい、すごくモーサルプレミアムなどでもいつもの講演していただいてます、うん、ということなんですけれども、でちょっとご紹介したのが、まあ、株式投資もそうなんですけど、はい、まあ、一方で債券投資、うん、まあ、債券今金利がすごく高いですから、はいはいはい、ここから金利が下がる、まあ、安定的なリターンが出るということ、元本がついた上でアメリカだと、ね、アメリカだと、まあ、日本だとまあちょっと個人向けが上がってきてますけど、まあ、0.何パーセント、ただ一方で、まあ、これから利下げとなりますと債券価格は上がってくると、はい、ですので債券価格に連動している ETF なんかが上がるんじゃないかという見方も、はい、まあ、一部ありますけど、後藤さんどうでしょう。 ちなみにこちらですね、累積リターン、これちょっと見てみましょう。これはですね、 R&A 格付け情報センターの岡さんの、うん、まあ、これ株式50債券50なんかの、まあ、ファンドですね、で見た時の大体リターンどうなってるか、はい、まあ、もちろん当然ね、世界株式ドーンと株に張ってるのが今一番パフォーマンスはいいんですけれど、うん、まあ、クラッシュの時なんかはやっぱり債券中心の方が圧倒的に下げないっていうような、保守的な、緑が一番保守的なわけですね、はい、今このサブでその間を取ってるやつが、まあ、まさに間のパフォーマンス、赤いところになってる、うん、後藤さん、今のその債券投資と、はい、まあ、株式投資のバランスでいうとどのようにご覧になってますか。まあ、このチャートを見るとここ数年ってもう株が強すぎるので、はい、強すぎる、うん、こう緑の債券投資するとちょっとバカみたいに見えるかもしれないですけども、はいはい、ここ数年って異常なぐらい株上がってるんですよね、うん、最近ここ数年株やってる人だと株S&P500 が年で 20% 上がるなんて別に普通に感じるかもしれないですけど、はい、20% なんて毎年上がり続けるわけがないんですよ、うん、そんな、そう考えると、まあ、いずれこう下がる時もあるかもしれないし、うん、ってなると、まあ、少しはやっぱり債券、思っておくのはいいのかなと思いますけどね。で、さっきも言いましたけどアメリカだったらそういう 5% とかつくので、20% のリターンはないかもしれないけれども、下落リスクが低くて配当で、配当というかその利回りで 5% つくっていうんだったら、まあ魅力的だと思いますけど、ね、私はある程度債券は持っておくべきだと今の局面では思います。そうだから、この 2,3 年の株式投資をやってらっしゃった方は、はい、もう多分年利 20%30% とか期待値目線が高すぎると思うんですよ、はい、実際すごくね、この3年で株式投資やってらっしゃった方とやってない方の多分資産の増え方って全然違うと思うんですね、うん、はい、ただまあこれが永続するものではもちろんないというのはちゃんと、うん、まあ、もうそれはもう 100% の未来は分かりませんけれども、はい、結構でもね、その 20% 上がるような相場をずっと見てる と、それが当たり前に思えてくるし、欲もどんどん強くなってきて、はい、年 5% とかって思っちゃうかもしれないですけど、そうなってる時はちょっとやっぱ心がこう欲に傾きすぎてるというふうな感じかと思いますけど、ね、そうだからもう去年私が外国人投資家というか海外の機関投資家のトップなんかと聞くと、結構富裕層は債券に移行し始めてるという話を聞いて、はい、うん、まあ、債券は要するにもリターンもあるし、しかもこれから債券価格が上がると、うんうん、でただその後ですら結局債券金利は下がらなかったわけですね、うん、FRB が、うん、で結局株が上がり続けて、はい、結局株が強かったということ、うん、でこれがいつまで続くのかと、今やっぱりまだ株が強いということになって、うん、しかも NVIDIA の強さ AI という新しい領域で、はい、もうちょっと全然違うフェーズになっちゃうんだったら銘柄があると、うん、はい、でますますちょっと見分けるのが厳しいけれど、まあ、年末ぐらいで心から少しずつこう冷静に、はい、今までの熱狂からあれなんですか、冷静になっていく目線を一つ見ていくというか、いや、まあ、長い目ではやっぱり株って上がりやすいものだと思うので、はい、例えば30年後50年後、うん、多くの方がこう、老後になっている時期ですね、はい、でいうと S&P500 も日経平均も多分今より高い可能性高いと思うんですよ、はい、なので、まあ、淡々と積み立てといたらいいと思いますけど、なるほどですね、だこのタイミングで株価が下がり始めるとかそこを打つとかって読むのって、まあ、極めて難しいので、あまりそこまで深くこうどのシナリオが起こりうるかっていう一つのシナリオを絞りに行くこと自体、まあ、おこがましいとか、マーケットってそんな簡単じゃないので、ありがとうございます、はい、本当にもう後藤さんに、ね、こうやって冷静に言っていただくのが本当に、はい、もうなんか長くこうテレビとか YouTube とかやってるとですね、はい、なんかもうこういうめちゃくちゃ喋ってますよね、豊島さん、はい、いや豊島さん喋ってるし、なんか堀子さんとかシュナイダーさんの話ばかりで私ほぼ喋ってないぐらいの感じなんですけど、いらないんじゃないかっていう、はい、いや事前の準備でね、後藤さん忙しいんで、はい、あんまちょっとね、なんですかね、確かにね、さっきそこで5分喋ったぐらいですよね、だからちょっとね、事前の準備であると後藤さんに打ち合わせ30分1時間お願いしますで、どういうこと喋りましょうかみたいな、はい、この人ちょっとすごい忙しいんで、いやいや気が引けたっていうのが、いやいや、でこっちで勝手に準備してる、豊島さんの方が忙しいですから、ね、いや
で、ここからせっかく会場にもたくさん人いらっしゃってますので、質問もちょっとお受けしたいと思います。はい、で、さっきのチャートに関してはちょっと作られた方がいるので、あんまり我々このちょっとお答えできませんけれども、まあなんか何でもいいです。投資に関することも関さないことでもいいです。はい、し、なんかお質問あればということです。後藤さんが考えていることをなんかでも何でもいいですし、はいはい、本当に、はい、いらっしゃいますか会場の中で。後藤さん、あ、どうぞ。すみません。ではそちらのメガネお水いただきます。すみません、後藤さんじゃなくて、マイク入ってますか、豊島さん。OK ですか。後藤さんじゃなくて豊島さんに質問なんですが、はいはい、先ほどからモンサテの話がよく出てきてるんですけど、豊島さんよ、モンサテの方ちゃんと毎日チェックしてるんでしょうか。私はですね、私はモンサテ毎日チェックしてます。ただリアルタイムで見るとちょっと本当死んでしまいますので、テレトフィーズでチェックしてます。朝行くときに。で、あのベースで基本的には WBS、あれを理解した上で WBS に出るようにはしてます。じゃないとちょっと我々は基本的にマーケットがどう反応したかっていうのが大事だっていうの考え方、私の中ではですね、一つあって、うん、まあ基本的に NHK さんが報道するやり方、まあ日経新聞書くやり方とかいろいろあるんですけれども、うん、一つの評価に対して僕たちが、僕がよく見るの、僕マーケットキャスターがなかったので、まあこの ECB 理事会とか出た時に、まあユーロが下げたんだったら、これに対しては市場はこういう反応だったという、そこを見るんですよね。だからその面で重さでは絶対にチェックするようにしてます。うん、はい。ありがとうございます。モンサテはでも本当いい番組だと思いますよ。別に回しもんでもないんですけど、やっぱり朝ね5時45分であれだけまとまってるのって日本語メディアではないし、うん、英語メディア見てもやっぱり専門的なことが多かったりするので、少しこう噛み砕いて、まあ専門的な言葉も結構飛び交いますけどね。あれは非常に貴重ですよね。後藤さんはどういったとこからその情報収集っていうか、いや、まあでも全方位的に、全方位的に、はい、まあ海外メディアも見ますし、はいはい、レポートとかも、まあ全員に公開されてないものも入ってきたりはしますけどね。あとは昔からの取材先とかとチャットでやり取りすることとかは多いですね。そうするとこう例えば世の中がわーって言っててもこれって本当なのみたいなことを何人かの人と言うと、これ本当にすごいよっていう人もいれば、いやこれちょっとなんか暴れすぎじゃないみたいなのも、そういう感覚をどれぐらい持っておけばいいのかなっていうのはやっぱり人との付き合い大事ですよね。長年一緒にいる人がどう見るかみたいな。確かに、はい、なかなか。だからこの間ですね、上田日銀が、はい、緩和縮小するとみんな思っていたんだけれども、うんうん、するというアナウンスでとどまったと、うん、2週前ですかね、うん、国債購入の、はい、であの時も債券市場の人とかに聞くと、はい、日銀おい何やってんだとふざけんなと、俺たちはもう構えて織り込んでんだといやまあでも債券市場にフレンドリーな形だと思いますけどね。ただあの時、まあ、少なからずトレーダーに聞くと、はい、もうこっち構えてんだからやってくんないとさみたいな。で彼らもですね、海外投資家に日本のジャパンデスク説明してるんですよね、うん、海外のブラオフィスとかに、はい、ヘッド、まあ、JP モグランの日本だったら JP モグランのニューヨークに説明したりとか、それと違うことが起こっちゃうと多分怒られたりするかもしれないですね、もしかすると。でああいうので結構円安の引き金があそこになって、一つやっぱり日銀遅いと動きが、うんうん、ってなって今の円安につながっているという見方もね、はい、あるんですよね、一因ですよね、一応ということですね、はいはいはい、で後藤さんもあの時はやっぱり相当日銀は慎重に動いたという、特にバーナンキの例を引き、うん、FRB の過去の経験則から基づいて慎重にやったんだみたいなことをおっしゃってました。慎重に、そうですね。でやっぱりそのどれぐらい減額するのかって、そのマーケットの人に聞かずにえいやで何円とかっていうよりも、はい、どれぐらいに下げてほしいのかっていうのを割と公開の場で、公開じゃないけれども、はい、次もう調節するんですよ、どう思いますっていう議論ができるのと、何も手の内明かさないけどもこっそりヒアリングするのだと、やっぱ前者の方が本音聞き出しやすいし、目線もいい形で何円ずつ減らしていくかみたいなものプランニングしやすいですよね。だからまあ、やや不評な声も多かったのも聞いてますけど、私は割とうまくやってるんじゃないのかなと今のところは思いますけどね。まあまあ、7月どういうのが出てくるのか分からないですけど、はい、で今ちょっとチャット上の質問、はい、豊島の WBS の時はおとなしすぎるという、うん、いやこれもいろいろ、でも、はい、後藤さんと大江さんの時って結構落ち着いてるじゃないですか、はい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 、だから私も落ち着きたいなと思って、多分おとなしく言ってたらこういうふうに言われるっていう感じ。落ち着いて、そうですね、まあ、落ち着いてるというか、私まだ4月からなので、はい、今ようやく3ヶ月、経ったところなので、そんななんかね、いきなりやってきて社員でもないのにハイテンションで自分のペースでやれないですよね。だからむしろなんかあんまりこうらしさがないなとか個性出てないなって思われるぐらいが、最初は特にそれぐらいの慎重にやるのが多分社会人として戦略じゃなくて、いきなりオラオラで行ったら何あいつみたいになりかねないじゃないですか。だからちょっと抑えめの方が大事かなと思いますけど、はい、もう私は完全にもうどうしていいんですかね。やっぱこう最初やっぱりこうタイパなので、はい、まあ、なるべく早く
まあ、時間もそんなに皆さん忙しい中テレビを見ていただいているので、うん、やっぱちょっと早く言おうみたいな感じになってるわけですよね、うんうん、そうすると相口からも豊島さん早いですと、はい、で視聴者センターにも苦情来てますと、はい、なるわけですね。だからいや本当苦情まで来るんですか。いただいてるんですよ。でやっぱそれに私も人間なんで、はい、いただくと、はい、ああそっかダメだと、じゃあゆっくり喋んなきゃっていうタイミングがあったのは正直事実ですね、はい、これね、まあ、多分今 WBS のスタッフは全員が今日のオンエアに向けて走ってるんで、はい、多分 WBS のスタッフはこれほとんど見てないと思うんで大丈夫だと思うんですけども、はいはい、大丈夫か分からないですまあ、経営者へのアンケートで理想のドル円が定期的に円安方向に動いているのはなぜでしょうか。数年前は110円だが理想だと経営者言ってたけれども135円になっている記憶がありますというの質問。どうですか日本の。どうですかね、まあまあ、大体今ある目線を基本にみんな考えますよ ね、 それに引きずられてるっていうのが一番大きいと思いますけど ね、はい、我々あの報じてる側からするとですね、はい、どうしても悲観バイアスみたいなのがあって皆さん覚えてらっしゃると思うんですけど、うん、ドル円が70円とか80円の時にインタビューするともう円高で困るという人が多かったんですよね、うん、でも特にあの製造業の中心の方、特にまあ自動車メーカーのおそらくサプライヤーの方を中心に、はい、やっぱ円高困ると。であの時ただ円高でめちゃくちゃ儲かってた輸入業者の方いらっしゃるはずなんですよ。ただ我々そこにテレビで言ってもですね、なかなか儲かってるっていうのは日本の経営者とか日本人って言いたがらないんですよ、うん、結果的に損してる人たちの音が社会に反映する、まあ、取材も受けてくれますしね、ふざけんなって言いたいと言う、いや私こんな儲かってるの聞いてくださいよって言いないんですからね。なんか、はい、でも海外の方がねまだね悲観楽観バイアスって割と俺イーブンな気がする。日本人ってとかくで儲かってるとか楽観的とか言いたがらない、うん、今円安だと皆さんもんですし、円安で大変だっていう人ばっかりじゃないですか、うん、でも円安でめちゃくちゃ儲かってる人っているわけですよね、うん、だけどそういうのが出ない。だから結果的にマスコミってちょっとねやっぱ否定バイアスみたいなところに行っちゃうというのは我々ちょっと研究的に。それは取材先がそういう声が出やすいっていうのもあるけども、同時にこうメディアって良くも悪くもこう弱者に目を向けようっていう意識が強いんですよね。困ってる人を助けたいっていうのもあるんだけど、でもそればっかり見てると真実の状態よりもミスリーディングになっちゃう場合だってあるわけですよね。あのだその辺はそのメディアの特性とか取材先が取材を受ける特性とかっていうのも考えながらニュースを見てみると、あの結構ニュースって中立に報じてるようで、なんかストレスの置き方だいぶバランス変えてるなとか見えてくると思いますけど、ね、確かに、うん、基本弱者目線が強いっていうのは、いや、まあ、弱者なのに思いやることは当然大切なことなんですけども、でもそれが真実とずれるぐらい偏ってたらそれはあまり報道として良くないかもしれないし、うん、だから皆さん読むときもうん、そのバイアスは若干意識してみるのがいいかなと思いますけどね。実際 WBS どうですか、あの定期的に入られるようになって何か感じたこととかありますか。いやでもあのすごくいい番組というか、あなんかその実際に中にいてなんか窮屈だなとか面倒だなって思うこと一度もなくて、まあ大江さんの人格が素晴らしいですからね。これが豊島さんとやってたらどういう意味になってたのか分かんないけどいやあの大江真理子さんは本当にちょっとなんですかね、はい、もう結構善なる存在感がすごいので、うん、自分の邪悪感がすごくなんか分かる時があるんですけど、はい、うん、いや毎週心が綺麗になっていく気がします、ね、本当に、うん、私、うん、ちょっとねそれあるかも。ある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 。そうある性のオーラが出てきて、あ、出てないですけど、負のオーラと、いやじゃなくて本当に立派で心の綺麗な方じゃないですか。なんかちょっと近づきたいなって思いますよ、この人の息に。いや達することは無理だけども、ちょっとこう 0.1 歩でも近づきたいっていう風に気持ちになりますよね。確かに、うん、なってます。いやあの、はい、これ何、大江さん見てるっていう連絡が来てるとかいう邪悪な考え方をすぐするんですよ、はいはい、私はそうですよね。だから、はい、だからあの特に、まあ、本当にあの後藤さんがおっしゃったように、うん、まあ、今日あらゆる事象が世界で起こっていて、はい、何かを選択的に選んでいる以上もうニュースというのは主観が入っているわけですよ ね、 そうですね、まあ、今日もパレスチナでおそらく亡くなっている方がいるでしょうし、うん、まあ、ウクライナの戦場でも兵士たちが倒れているでしょう。しかし我々はその事実を意図的に無視して、まあ、あの小売店の反則キャンペーンとかのニュースをやるわけですよね、まあ、その時点で全て主観なので、うん、まあ、そこはちょっと本当に、ね、謙虚になってやらないといけないということですが、うん、ちょっと質問がまだどうでしょう会場の皆さん。あ、じゃあちょっと前列の方、すいません、私も年齢的に60歳に近くなった60歳に近くなってきまして、はい、まあ、あの投資のことなど、まあ、過去さっき30年とかを見通して投資をしていくんですけど、自分の中でここ2、3年ですごくあの資産が増えてきて、はいはい、どこでそのもう自分30年経ったら生きてないと思うんですよ。そういう時にどこあと10年とかで多分投資が終わると思うんですけど、うん、これからの先10年っていうことを見てた場合にどういうところに投資をすればいいのかなと思って
長期投資っていう観点ではいろいろご説明をしていただけるんですけど、その短期っていうかそういうのはどういうふうな自分でどこで見切るかっていうことを難しいと思います。わかりました。ご自身の資産がちゃんと増えたっていうことをちゃんとねおっしゃっていただき本当にありがたいと思うんですけど、もちろんねそれはなかなかセクターとかそういうのは難しいと思うんで、まあ難しい、まあでもずっと長期でいいんじゃないですかね。その本当に老後、まあ場合によってはいずれはなくなるわけですけども、その時にかけてもなんかその老後の時期に入ってきたからなんか運用の仕方を短期にしようとかってしてもあんまりうまくいかないような気はしますけどね。で今までと同じような感じで投資をそれでいいと思いますけど、先を何十年も見越した形でやっていけばいいってことですかね。はいはい。で例えばその高齢になってくると、まあ、収入が減って資産を取り崩すっていうのが一般的ですよね。まあ、その時に必要な額だけ売って消費に回していくっていうことでいいと思いますけどね。いつ売ればいいかっていうのはこれも非常に難しくて、よく買いのタイミングは技術で売りのタイミングは芸術とかって言われるんですけど、買いは技術売りは芸術、いつ売るかって本当難しいんですよね。で今ここまで来てるから売っていいかとか考えててもなかなかキリがないので、まあ、お金が必要なお金ができた時に売るっていうことで多分基本はいいかなと思いますけどね。で余裕資産は投資に回しておくっていう、はい、ありがとうございます。で最後に一問いいですか。じゃあ一問お一人、じゃあすみません、すぐ手を挙げられたそちらのシャツ所有者ジーンズの方。すみません、ちょっと立ち上がっていただけますかね。ちょっと撮影の観点、はい、兼ね合いで申し訳ありません。このような楽しいセミナーどうもありがとうございました。セミナーではイベントですね。そこでですね質問なんですが、はい、先ほどね後藤様が債券ですね、債券と株と両方持っておくといいよと、それに関連することで今円安あるいはユーロ最安値、まあ、今日更新しましたが、株に関して言うと私の考えでは、まあ、一喜一憂せずに売り買いせずに、まあ、2、30年間持っとくと、うん、そうするとその資産っていうものは減るものではないということで、うん、よろしいでしょうか。まあ、減るものではないとは断言はできないですけどね。短期ですごく儲かる人もいるんですよ。そのよくテレビで私中期、はい、長期投資と短期投資と両方やってるんですが、はい、FX ですと、まあ、今の状況から見ると非常に判断が難しいんですね。円安が進んでますから、はい、ストラテジストさんが200円までいくんじゃないかと、はい、あるいはまた120円ぐらいまで戻るんじゃないかと、はい、様々なんでこれは、ね、予測が、ね、素人には非常に難しいです。やっぱりその1日単位で儲けるとか、1ヶ月2ヶ月単位で人より儲けようと思っても、はい、これプロの人たちってものすごい情報量を持ってたり分析力を持ってたり人員も抱えてるわけですよね。 そうですね。そこに1人で、まあ、パソコンのチャートだけ見ながらやっても基本期待値としては勝てる可能性ってやっぱ低いんですよね。たまたま勝つのを重ねていって何億円って稼いでる人たまにいますけど、期待値的にはかなり低いと思うので、まあ、基本はその短期で儲けようというよりも長期の視点が、まあ、個人の勝ちやすい、形と思いますけどね。わ、はい、かりました。ありがとうございました。まあ結局は、まあ、自分で現金で持っといてもそれは現資産、現金に投資しているという意味ですからね。はい、まあ現金貢献してたら、まあ、多くの場合は実は JGB、まあ、日本国債に投資しているという意味合いがかなり強いという意味。まあ、どこにベットしているかっていう、結局現金が全て安全かというわけでもなくて、うん、ということなので相対的な、ね、はいということなんです。すいません、はい、ちょっとあっという間に来てしまいましてですね、後藤さんすいませんね、なんかちょっと大丈夫でした。いや大丈夫です。いいんですけど、こんなんで大丈夫なんですか。いやもうありがとうございます。はい、でですね、これちょっと最後に、はい、すみません、これ完全に皆さんプレゼントのお知らせがあるんですけど、はい、プレゼントという名の完全なる宣伝なんですけれども、私の本がですね、7月20日に発売されます。教養としての国際政治という、最近これが主目的だったんですか。いやちょっと後藤さんはね本売れてるからいいんですけど、すごい。まあ、ちょっと最近 WBS でもですね、やっぱり経済のニュースを伝えるのと同時にやっぱどうしてもちょっと国際政治の話題が多いということで、うん、一回これはちゃんと自分の中で整理して、私ちょっと大学院時代の専攻は国際政治だったもんですから、それをちょっとまとめて書かせていただきまして、はい、こちらをですねテレ東ビズ会員の方10名様に抽選でプレゼントいたしますので、7月12日まで応募して受け付けておりますので、ぜひこの動画の概要欄のフォームから応募いただければという。豊島さん2年ぐらい前も本出されたじゃないですか。ウクライナあれもすごく評判良かったんですけど、今回さらにこの表紙のドヤ顔感が、ドヤ顔感がもうこれはね
会社の連中にはまだ見せたくないんですけど、はい、ここで見せてしまったインテリジェンスが溢れてますよね、これ。ね、これちょっとあの出版社さんからの圧力もありましてですね、ちょっとここで。角川さん、今話題の角川さん、大変な感じです、はい、ちゃんと流通されるんですか。いや、これもちょっとね、これ言っていいか分かんないですけど、はい、まあいろいろ大変みたいです、なんとか大丈夫じゃないかと、多分買えると思います、ね、多分買えるんじゃない、多分出るに本来は並んでるんじゃないかと思いますけれども、はいはい、ということでですね、テレ東経済ニュースアカデミー、この後ですね、あのいろんなセッションでまた投資の話も出てきますので、そちらも見ていただければと思います、はい、長井記者という記者も出てきますので、よろしくお願いいたします、はい、ということで、テレ東経済ニュースアカデミー、日本経済新聞、元日本経済新聞記者で経済ジャーナリストの後藤達也さんにお越しいただいて、はい、お話しいただきました、はい、後藤さん、ありがとうございました。またよろしくお願いします。